こんにちは、チャンネル5のゆうかです。さあです。今日は虹色つぶつぶランドを作って遊びたいと思います。ゆうさん、なんかつぶつぶゼリーグミができるらしくて、いろんな形に並べたりとかできるみたい。作ってみます。綺麗に焼いた。やった。入っているものはトレー、グミの型、ボイト、スプーン、グミの素、色の素、ジュースの素が入ってます。違う、いや違う、型が違う。これが星、流れ星で、これがお城、流れ星だけど、キャンディー、これがお化けみたいなやつ、魚と、なんかわかんないのと、あ、これ知ってる、クリームと貝殻。じゃあまず1番、トレーを切り離します。切れない、硬い、これ切るの難しい。チーク菓子ってさ、トレー切るの多いよね。オッケー、これでいいの、多分大丈夫。はい、切り分けられました。当たった。このクローバーの横にある線まで水を入れたら、ジュースの素を入れてよく溶かします。じゃあ水持ってくるよ。うん、ブキューってしゃべる。こっちから入れるね。そら、自分で入れる？自分で入れるよ。どこまで入れるの？線のところまで。全部入れていい？OK、超ギリギリ。ジュースの素っていうやつを、これ、わ、なんか黄色くなった。ほんとだ、なんか黄色になってきた。とにかく混ぜていいですか？黄色になってきた。オッケー、大体混ざりました。ここのお花トレーの中にある線のところまで今作ったジュースの素を入れるみたいです。この星の穴の横にある線まで水を入れます。それぞれに 色の素を入れて、スプーンで下までよく混ぜます。じゃあまた水、サムちゃん飽きてない？飽きてないよだってまたこの色の素を入れる。それぞれの穴にね、色の素、黄色、赤、青の順番で入れよう。黄色、信号にするから、ここに信号にするんだ。信号にするから、青、黄色、赤真ん中黄色ね、うん、入れて50回ぐらい混ぜる。50回、うん、やば。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どういうとこが楽しい？混ぜたりするところ、あと色を作るところ。これグミができるんだっけ？そのグミ好きだよ。つぶつぶグミ、グミだったら美味しいのかな。黄色、赤色、青色を組み合わせて好きな色を作ろう。スポイトで少しずつ取って、トレーの雫型の穴でよく混ぜてね。で、例えば赤と青で紫でしょ、黄色と青で緑でしょ、黄色と赤でオレンジでしょ。そういうのをどんどんここに作っていくの。3種類。何色作るの？紫とオレンジと緑。こんぐらいでいいかも。そして次は赤。やばい、黄色だけで入れすぎちゃったよ。もう紫になればいい。これで洗おう。あ、すごい、綺麗に紫できた。すごい綺麗じゃない、この紫。オッケー、次、ね、作った色をスポイトで吸って、お花トレーの穴の3センチぐらい上からゆっくりポトポト落とそう。粒ゼリーができるようだって。あれ、なんかおたまじゃくしみたいなのできた。すごい、あ、めっちゃ綺麗。わー、楽しい。めっちゃ楽しい、これ。虹色つぶつぶゼリーで絵を描こう。いいじゃん。
て、ここ並べて、どんどん並べていく。それだけ？落ちちまった。オッケー、ゆかもなんとか完成しました。サンタチート B。 はい、こんな感じでできました。落ちちゃうよ、さっきシルールが落ちた。お城と流れ星と飴とお化け。このグミの素を入れます。グミのちょっとピンクの袋、こんなです。よし、じゃあかけます。上の外側の線まで。粉余った。こんな感じで上に粉をかけました。もう真っ白です、埋まりました。超ヘッタクソさ。次、ここのお花のトレーにまだもうちょっとだけ残ってるので、それをかけて湿らせるそうです。じゃあやってみよう。こんな感じでできてます。結構綺麗だね。食べようかな。そうだね、匂いやっぱりするよ。おいしい。こんな味嫌い？きっとね。おいしい。意外と思ってたと違う。なんかね、グミがねもちもちしててすんごいおいしい。つぶつぶの自分で作ったグミはプチプチしててすんごいおいしい。今日は虹色つぶつぶランドを作りました。みんなもやってみてね。バイバーイ。